でバッターは3番の井口。今日も縦井口で今シーズン72打点で打球はレフトへ舞い上がる。グランドスラムか打球が伸びていく。見送った入ったホームラン。第21号は変わったピッチャー大石の代わり原満塁ホームランです。7対0が一気に11対0になります。11対0、井口今ホームイン。第21号はグランドスラム。これで76打点目になりました。今日1人5打点です。もうなんか出てくるピッチャーが秋元さん、これなんか脅威感を持ってね、マウンドに上がってね、今とどめの一撃とまだ3回ですが、言ってもいいぐらいの衝撃ですよね。ツーアウト満塁です。打球はレフトに舞い上がります。レフトのポール方向にありますが、レフトのポール方向はどうでしょうか。入った、満塁ホームラン。が生まれました。なんとイニング2本目の満塁ホームラン、です。鈴木大地第5号の満塁ホームラン、グランドスラム。11点に5、4を足しますと15対0になります。15対0です。やはりこういった荒れゲームというのは、今風は逆でありますが、鈴木大地がレフトのポール内側いっぱいいっぱいに、自身第5号、これがグランドスラム、満塁ホームラン。1イニング2本の満塁ホームランが生まれまして、なんと3回の裏マリーンズ9得点、合計15対0であります。よく伸びましたね。そうですね。ああ。